不安の打点当たったかもしれん。はい、ということで皆さんこんばんは。今日も始めてまいります、ザ・ハンター・コール・オブ・ザ・ワイルド。ハンドガン縛り真っ最中です。もうこの時点でやめたい。頑張って。ってことで仕留めたと思うので追跡を開始いたします。出血量が少ない。これは長距離追跡になる予感。ハンドガンは出血時間長いのでなかなか信頼できますね。まあここまで走らされるんだったら絶対他の武器がいいですけども。それは言わんでもろて。てかなんで時々スコープ覗いてんの？いやまだ雇用手終わってないので。まだ終わってないんかい。マジで終わる気配見当たらないです。だって目視できないんだもん。とそんなこんなでしか発見。マジでなかなか遠かった。致命的入ってないのであんまり美味しくないですね。ポイントも11と少ないな。2回撃っちゃったのが良くなかったんでしょうか？え、何してん？レベル上がったので上向きました。おめでとうなんでなん。いや本当に久しぶりにレベル上がりましたよ。なかなか上がらないんですよねこれ。スキルツリーがあるんだな。獲得した経験値ポイントをこれに割り振れる感じですね。まあ効果は結構いろいろあります。ですが説明しきれないので気になったやつを取っていけばいいかと。まあ狩りが有利になるツリーを解放していくといいですよね。今回は忍び足にポイントを振ります。これはどういった効果があるんだ？先に入った時足音を軽減してくれるんです。待ち伏せが基本戦法の私にとっては重宝するスキルですね。重宝というかなんというかそれしかできないっていうか。ごめん本当にうるさい。雇用手の声がします。あと一匹仕留めたら依頼は完了なんだよな。その予定なんですけどね。マジで笛の使い方下手っぽくて全然寄ってきてくれませんって言ってるそばから。足音が遠ざかって言ってるぞ。これ結構近くにいたのか。だったら走れば後ろ姿見えるんじゃないか。そんな都合よく行くか。見えた。嘘だろ。これが最後かもしれん。仕留めます。うわ一撃で仕留められなかった。とりあえず結婚探さないとな。頼む手おいでやってくれ。もうここで雇用手と戦うのは嫌だ。マジでずっとここにいるからな。これが結婚かな。致命的ヒットはなしか。だけど雇用手は小動物だし、これだけでも致命傷になりうるのでは。そう信じて追いかけるしかない。あとはしっかり足跡さえ残してくれれば一番厄介だからな。あでも痕跡残ってるな。残ってくれてるならそれでよし。それではこいつを追跡します。出血量は非常に遅いか。長距離追跡になりそうだな。見つけた。見つけましたよ。やっぱり意外と近くに倒れてたな。2匹目の雇用手です。マジでここまで長かった。評価基準満たしてなくてもキャッシュは800を超えてるか。難易度ベリーイージーって書いてあるけど何の基準なんだろこれ。少なくともイージーではない。で、これでクエストが終わるはずだが。このフィオナってやつマジで芝居たるぞ。やめておきなさい。ってことでようやくクエスト完了。他にもクエストあるけどこれはまちまちまやります。ってことでハンドガンに集中するぞ。あれ足跡どこ行った？いや近くにあるでしょ。さっきまでいい感じで続いてたんだから。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね本当に。本当にねえんだけど。逃走ガチ勢の鹿でしたか。奥義上に探しても見つからんって何よ。いやこれどうしようね本当に。ハンドガンで撃ったから逃がしたくない獲物なんだけど。まあここまで逃げられてるってことは致命的は入っていなさそうだな。はいそうですね。いやでも出血が止まってるならともかく足跡がないのは本当におかしい。この岩の上から見つけられないかな。絶対無理やろ。ねえどこ行っちゃったの。今いる場所は予測方向の範囲内。でもこれで見つからんとは。左手は山だよな。そっちに行くことはできなさそうなんだけどな。本当にどこよ。とりあえず戻ってきたけど。厳し返してる可能性は。範囲内は嘘つかないと思うんだけど。これもさっき見つけたやつだな。進んでる方向は全部同じ。これも違う。順序通り進んでる痕跡だな。ちょっと待ってなんか見えた。あれ、それも痕跡だな。ちょっとずれてないか確認します。おい待て逆走してるぞ。もしかしてそれが痕跡。ここに血痕があればかっあるやんけ。とんでもねえずれ方してんな。ブオラ見つけた。すげえなこいつ。主に執念が。私のことかよ。いやていうか見てこれ。何よこの逃走経路。小屋見つかんねえわけだぜ。戻るとは思わんじゃん。2キロに及んで逃走したオブロジカ野郎です。全部お前の腕が悪い。もう少し近距離で撃たんとやっぱり仕留められないな。あクエスト完了した。オブロジカを狩るだけのクエストだったか。超苦戦しましたけどね。早く顔出さないかな。おっしゃ出てきた。2発とも命中。致命的入ったと思うんだけどな。すげえ出血量だな。おっ倒れてくれました。これですよこれ。回収が楽でいいな。いやー本当にその通りですね。そんじゃポイントいただきます。なんか草木をかき分ける音が聞こえたな。銃声鳴らしたのに逃げてないってことはウサギかな。逃げるな。愛嬌があっていいじゃないですか。でもさすがに姿は見せてくれない。全力で突っ走ってきた。オッケー。ちょっと鈍くない？鈍いかもしれない。
じゃあオグロジカ回収、評価基準完璧ですね。武器スコアも47と高得点。近場で仕留められると本当に楽でいいな。これが難しいんですけどね。そして通りすがりのウサギちゃんです。弾丸が違うので評価基準は満たしてませんが、武器スコアは27と意外にも高得点。なんでだ？的が小さいからじゃない？コヨーテ追いかけてた場所から離れることができたので狩りやすいですね。この調子でどんどん行きますよ。その前に無料で販売されてるハンドガンを購入しておきます。枠が開くから持っておくってことね。まあ無料だし、見た目はこんな感じ。カリブの海賊が持ってそう。わからんでもない。でもハンドガンって使える弾が限られてるので確認しながら購入するのめんどい。互換性あるやつ見れば一発だけどな。弾だけは無料のやつないので切り崩して購入します。さあ新しい武器で試し撃ち行きましょう。命中率の数値カスだけど大丈夫そう。まあ使ってみればわかるってもんです。はい、ここでちょっと見てほしいものが、今回なんとなんと私の絵をいただいちゃったのだ。上張り可愛いやんけ。でしょ。描いてくださったのは滝絵を描いてくれてる特命 S 様。このシーンが好きすぎて描いてくれたらしいのだ。あのお分かりいただけただろうかのシーンか。ちょっと文字っておかわりになってます。とても嬉しいのだ。いただいたイラストは必ず動画で使用させていただきますので、よければ送ってね。買った銃使ってないのなんで。ちょっと黙ってください。なんなん、今のよく仕留めたな私。なんか変な声だって思ったらそいつは七面鳥ではないか。なんか久しぶりに見たな。パート1ぶりの登場ですね。いやてか普通にでかいなこいつ。でも意外と簡単に狩れるんだね。いや声聞いてから仕留めるまで13分かかってますけどね。下手くそだよ。動かねえんだよこいつマジで。こいつの名称はメリアム七面鳥。ハンドガンが適正弾丸ではないらしい。まあこういうのはショットガンだろうな。それにしても綺麗な色合いしてるな。オスだからかな。これはまた調べておきましょうか。あでもキャッシュ美味しい。この調子だな。これはハンドガンスコープも近いのでは。すでにパート7ってこと忘れないでね。二発で綺麗に仕留めました。サイトの中で倒れるのなんかいいな。さすがにもう一匹は無理かな。それは強力。残念でした。いいところ当たってくれてますね。狩猟基準合格だがキャッシュは600。でもハンドガンスコアは45。この差は一体。まあなんかあるんだよ。そのなんかを知りたいんだよ。ねえ七面鳥マジで出てこないんだけど。巣から一歩も出てこないのおもろ。自分から行くの得意じゃないって。でもこっちにいるのは確定。声だけ聞こえて姿が見えん。まあ鳥ってそんなもんだよね。あのでかい図体どこに隠してんねん。と音が聞こえたけどどうだ。おい逃げとるやんけ。追いかけて仕留められるのかこれ。いやわかんないけどまあ追いかけます。飛んで逃げられたら無理だけど。いやお前足をっそ。えマジでクソ遅いな。将来。はいはいお疲れさん。マジで振り回されたわ。七面鳥狩るのめっちゃ大変。まあ待ち伏せじゃ無理だからな。いやー無事に狩れて満足。やっぱりキャッシュは高いですね。武器スコアも27と好調。適正弾丸だったらもっといいんだろうな。ですね。ってことで今回はここまで。お疲れ様でした。